シティスリー・カナザワ・フラット・バス・クセニッツは、オーストリアに本社を持つ、バス車体メーカーである。主に、ノンステップ・バスの製造を手掛ける。日本においては、2000年代前半の、国産ノンステップ・バスが普及する以前の時期に、バリアフリーを重視して、コミュニティ・バスとして採用された例が多い。同様な輸入車の小型バスとして、オムニノーバ・マルチライダーが挙げられる。フォルクスワーゲンタイプ2のシャーシに、 自社製ボディを仮装して完成させる。2004年、モデルチェンジで T5 ベースとなり、デザインを一新した。全長や、車体幅、燃料の使用など、ユーザーの要望に応じてきめ細かく、カスタマイズが可能である。また、国産の大型、中型の路線バス同様の大型行き先表示器を全面に搭載できるのも大きな特徴である。なおバスのほか、 同じシャーシをベースとした貨物仕様の製造も行っている。貨物仕様はカーゴマイナスと呼ばれる。日本国内でクセニッツ製の小型バス車両をコミュニティバスとして採用した自治体は金沢市の金沢フラットバスが1999年3月28日の運行開始時に導入したのが最初である。金沢市がクセニッツ製の車両を導入する際に 地元のグリーンベルモーターが輸入代理店となり販売していた。その後、競合車種の台頭などもあって台数は伸び悩み、2005年にディーラーは輸入から撤退した。そのため、コミュニティバスとして導入した自治体の中にはメンテナンス面などから国産車への置き換えを決めたところもある。金沢フラットバスでもディーラーの撤退などを理由に2006年10月には 国産のオンステップバスの日のポンチョへの車両代替を開始し、クセニッツ車は全車除籍されている。またライトバンクラスの車種を利用していたためエンジンは2.5リットル110馬力、19.8kgm と頻繁に発着を繰り返すバスとしては、力不足で故障も多く、前橋市、前バスは修繕費が6年間で6700万円かかっており、 委託する側の自治体にとってその費用は重荷になっていた。国産車に切り替えたところ、初年度の修繕費用は530万円程度になる見込みだという。竜ヶ崎市、竜、ゆバスは、2台あるバスの稼働率が56から61%と、極めて悪く、修繕費も5年間で1890万円、かかっていたことから、クセニッツの廃車を決めた。 2008年12月6日、産経新聞龍ヶ崎市会議員、近藤博史姿政レポート。ありがとうございます。